アスター・ペガサスは、アメリカ合衆国生産、日本調教の競争馬。主なカチクラは2018年の箱館2歳ステークス。両親は、名手母は、ジャイアンツ・コーズウェイト、米2歳、G.I. スピナウェイ・ステークス・カチ馬マ・アール・ヒート・ライトニング。1歳児の2017年にキーランド、セプテンバー・セールで、バッシュエージェントの TV ブラッドストックサービスによって15万ドルで、購入される。 加藤久江名義で所有され、立党、中竹和也旧社に入厩する。6月24日の新馬戦でデビューし、5番人気ながら先行抜け出しで、新馬勝ちを飾る。2戦目は、函館二歳ステークスに出走し、2番人気に支持された。スタートで出遅れ、4コーナーでも11番手と苦しい競馬を強いられたが、残り1波論で大外を強襲し、 粘るラブミーファインをゴール寸前で、花さ捉えて、世代初の重傷勝チ馬マとなった。安城の大崎ややは、これが、重傷初制覇であった。3戦目の慶応杯2歳ステークスは、福永雄一に乗り換わったが、直線で伸びあぐねて5着に終わる。朝日杯フューチュリティステークスでも7着に終わり、秋は、結果を残せなかった。当初は、ダート2活路を求めるも、 昇竜ステークスは4着に終わる。続く、立花ステークスは13着と大敗し、3層ぶりの重賞レースとなった青いステークスでは13番人気にまで評価を落としていたが、勝馬、ディアンドルに頭差に迫る2着で復活の,のろしを上げた。起乗した、福永雄一は、やはり1200メートルの馬ですと、スプリント適性を評価した。小バとの初対戦となった。 箱館スプリントステークスでも2着に入った。8月25日のキーンランドカップで16着と、との負けした後に、脚部不安で休養に入り、1年半後の2021年2月13日付で、競争馬登録を抹消された。引退後は、福島県相馬郡飯舘村の馬、デイズクラブで乗馬となる。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。 ありがとうございます。